小山京介は日本の競泳選手北京パラリンピック50メートルバタフライ銀メダリスト、ロンドンパラリンピック50メートルバタフライ銅メダリスト、クラスは運動機能障害 s 7、日鉄住金パイプラインエンジニアリング所属、東京都東久留米市生まれ、中学2年生の時に脳梗塞となり、右半身を麻痺。 東京都立清瀬高等学校に進学後から本格的に水泳を始め、日本社会事業大学社会福祉学部福祉援助学科卒業。学生時代は東京ラッコに所属して水泳を続ける。大学卒業後は日鉄住金パイプラインエンジニアリングに入社。2008年初出場の北京パラリンピックにおいて50メートルバタフライで銀メダルを獲得。 2012年のロンドンパラリンピックでは同じく50メートルバタフライで銅メダルを獲得。しかし金メダルをかけて臨んだ2016年のリオデジャネイロパラリンピック50メートルバタフライでは5位に終わった。また50メートル自由形でも出場したが予選敗退となった。ターザン特別編集パラアスリート ジャパン究極のスポーツギア2016年8月25日 ISBN 978から48億3875万1402ありがとうございます。